録画外で遊んでいたらハイドラとドラグーンを両方一度に使用するというチェッカーが埋まって、ホワイトカービィが、使えるようになりましたね。やったね。さてさて、今回は7分なのでじっくり強化ができますぞ。攻撃が多いですね。せっかくなので全マシン使うとか目指していきたいところですが、まあ、やっぱり最初はね、この小回りの効くこのマシンで装備品を集めてからかなという印象があるんだけど、入場。うん、意外と曲がりっかでするんでね。加速マイナス、最高速とかをまず集めていきたいところ。ワープスター、こっちがどっちかというとスタンダードなんですよね。はい、イベントも結構発生してくると嬉しいんじゃがね。チェッカーも埋めたいですね、せっかくなんで。お、デビュー、うぃー、何やってんの、うぃー、いただこうか。よし、お、結局そのマシンになっちまった。うぃー、すまねえな。このゲームは友情崩壊ゲーでもありますからね。しかし、そう、たった一つのマシンが破壊されただけで、そう、崩れる、そう、友情なんて、それは本当に友情だったのだろうか、みたいな哲学めいた言い訳を、そう、破壊した側が主張し、そう、我々は未来を歩いていくんだね。さてさて、ちょっと最高速が落ちしまったのがちょっとあれですな。お、これライトスターが早くも合計これで何台お亡くなりになった。今1台飛んでいきましたね。奥に何かしら発生してるのかね。画面がちょっと重い感じになってる。まずい、取っちゃダメ、動かしにくいからな、それ。よし、もうちょっと旋回が欲しい。あ、ワゴンだ。個人的にね、ワゴンは収集だけで考えるならナンバーワンの強さなんですが、まあ、ワゴンは前回乗ったのでね、今回は別のマシンで行きたいところ。よいしょ。攻撃が高くなってきたか。このマシンは、まあ、見た目の通り、うん、攻撃力が高い感じの、そして飛行能力も結構あるんですね。ただ体力がそんなないという感じなので、うん、やるかやられるかみたいな感じです。あそこにアイテム取りたかったな。おっと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 。よし。お、どうやらやり合ってるみたいだね。混ぜてくれよ。どこ行った。怖いな、体力がないのでもしかしたら帰るうちに会うかもしれない。一旦逃げますぞ。おにぎりを3つ食べるとかもチェックありましたっけ。意外とイベントが起こらない。とてもたくさんの敵、なんだっけ、いっぱい敵を倒すあれかってなったら、あんまりこのマシンはどうなんだろうな。お、ドラグーン、ベイブレードじゃないぞ。よし、目の前にジェットかな、これは。あそこにも1個ありますね。制御できねえ。 OK。 お、チャージが2つ。ハイドラが来ても美味しいですね、これなら。よし、ただ旋回がちょっと曲がりにくくなってきたな。早い、かなりちょっと無理やり制御してる感じがありますね。ライトだとある程度ごまかしは効くんですが、よいしょ、他のマシンだとそれさえ難しかったりするね。このマシンはまだマシなはずなんですが、ここでドラグーン取っちゃったら多分まず制御は難しいぞ。重さ取らないでおこうか、今回は。なんか軽くなるからみたいな、そのなんていうの、オリジナル理論が私の周りでは流行ってた印象はあるんですけど、実際データとして速くなるかどうかは知りませんが、うん、重くなると止めにくくなる的な、うん、よくあるあれです。よいしょ。さてさて、結構自然と飛ぶようにはなってきた。同じところちょっとぐるぐる回って、ちょっといろいろ見て回りますか。お、最高速、これ以上速くなるとやばいんじゃない。おー、いいね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 。旋回持っとくれ。よし、あ、ここにウイスキーウッズさんがいます。体当たりをするとこうね、涙を流してくれます。うん、今日もああやって頑張って我々のこうなんだろうね、エアライド生活をパトロールしてくれてるわけですね。優しい世界だ。城のシャッター、ちょっと待って、行くぜ。すげえ飛行、ついでにこの星壊すか。よし、壊せた。そこは後で拾いに行くとして、ちょっと待ってね、城シャッターめっちゃ多いよね。トマト。おお、これでマキシマムトマトをなんか3つ食べるみたいなチェッカーは埋まるのかな。体力も今はそんなにと言ったら体力だな。よいしょ、気をつけて。
結構機動力が上がってきたね。こうしてみると制御できねえ。攻撃力とかも取っていきたいところだが、これドラグーン取らない方がいいんじゃないかな。ドラグーン取ったところでこれやべえだろ。まあこの下に多分あるんですけどね、これが多分ドラグーンでしょ。取るか、せっかくだし。よし降りる。ああよいしょ。あれ違うか、ここが消えてない。あった、これだ。よし乗りますか。さあ伝説のエアライドマシーン。まあハイドラを5とするのはこっちは10ですかね。うわあかんあかんあかん。落ち着いて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 。まあこんな、おおおお、まあ気がついたらすげえ飛んでしまう感じなんですよ。超速い。このポイントストライクとか来たら逆に無理なあれですね。よっこいしょっと。またトマトか。どこに行けばいいんだ。もう加速見っけ。うーわー取れない。よし、どのチェッカー取ってなかったかとかいちいち今確認はしてないので、ちょっとそこまでは埋まらないかもしれないんですけど、よいしょ、とりあえず強くして、まだまだこれからだ。また加速か。ちょっと待て待て待て、早すぎる早すぎる。そうか、ダッシュして、これやっちゃうとダメなのか。いやそんなこと言いましても、重さ軽くしちゃう、軽くしちゃおう。次どこ行けばいいです。青見っけ。よし、おいいね。わあ重くなっちゃった。よりにもよってそれ拾うかよ。あかんあかん。ちょっと、うん、ルインズスターじゃねえかこれ。完全にもういい、超高級ルインズスター。ちょっと待って、勝手に飛ぶし、もうまっすぐ行けない。もうまっすぐ、よっぽどなんかじっくり狙わないともう無理だぜこれ。うほー、すげえぜ。今ならそう宇宙だって目指せるんじゃないか。さあどんなミッションでもバッチリこなしてみせよう。わあそら早いわな。加速14か、最大は18でしたかね。バトルロイヤル、無数に現れる敵を2つは倒せ。あそこにあるニードルがおすすめですかね。いて早すぎて吸えない。どこどこ、ちょ早すぎて早すぎて、もう何が起こってるのか私わかんねえ。吸わせて、何でもいいからコピー能力をくれ。おりゃおりゃおりゃ、倒せねえ。ソードでもいい。そう、ちょ他のやつらをまず破壊するところから始めるか。あそこにトルネード君がいますね。あれを吸うか。またアイスになっちゃったよ。アイスはあんまりいちいち止まっちゃうからな、これ。そんなに強くない感じがしますな。うん、あんまり倒せてねえし、やっぱり。さて、別のコピー能力を吸いたいところだが。おっしゃ、おらおら、おりゃ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 、終わっちまった。くそ、なんか宝の持ち腐れ感が半端ねえですね今回。埋まらなかったさ。なんでやねん。くそ、乗れワゴン。マジかよ、褒美だとも一体差かよ。早すぎた結果これだぜ。世界を縮めすぎましたかね。あ、トマト2つでいいんですね。まああれです、やりすぎ注意って感じだね。